はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ハンドスプリング展開講座をしていきたいと思います。いつもね、ここでいっぱい喋りすぎてしまうので、今日はもうあまり喋りません。ただ、練習する際はですね、柔らかいマットの上、もしくは、まあ、芝生、もしくはね、布団なんかを敷いた上で、安全な環境を作って練習してください。それでは、早速見ていきましょう。で、今日はですね、ダメな展開を見ながら、どういう練習をしていったら、上手くなっていくのかっていうのを説明していきたいと思います。はい、それでは失敗例1。これよくあるパターンですね。展開してる時に、体を反らさずに、こんな感じで、着地してしまう人。そういう人はですね、まずはブリッジ、体を反る練習をしましょう。で、ブリッジをした時にこんな感じで肘が曲がらないようにしてください。こうすると展開の時に地面が押せません。なのでしっかりと肘を伸ばしましょう。で、それができたらですね、肩入れという動きをします。膝の方に体重を持っていって、膝を伸ばして上半身、胸を反らしながら体を反るイメージでやってください。こうすることによって体を反らす柔軟性と筋力を同時に鍛えることができます。次に壁を使ったブリッジの練習をします。立った状態から壁を伝ってブリッジに持っていって、また壁を伝って立った状態に戻っていきます。展開をする際はですね、常に体を反らしているので、その感覚が身につきます。はい、続いて失敗例に、足を振り切ってない、もしくは振るのが遅いです。こんな感じで足がね、めっちゃ遅く回ってくると絶対に立てません。なのでしっかりと足を振る練習をしましょう。こんな感じで壁に手をついた状態で、足の付け根からしっかりとスピーディーに足を振る練習をしましょう。こんな感じで膝から下でいけるんではなくて、足の付け根からしっかりと振ります。この時しっかりと左膝でも地面を押して右足を振るイメージでやりましょう。それができたらもう自分史上で一番速い側転を練習してください。で、側転をする際にはですね、しっかりと着地するまで足を振り続けるイメージでやってください。しっかりとって何回言うねん。はい、続いて失敗例3、手の突き放しができていないです。足が着地するまで手が地面から離れていない人は展開できません。こんな風に手がつくのは一瞬なんですね。手がついたら肩でしっかりと地面を押して立つ、いわゆる手の突き放しの練習をしましょう。それではまず壁の方に行って、こんな感じで手をつきます。そしたらですね、一度肩甲骨を寄せて少し体を反らします。そしたら次に背中を丸めて、肩で壁を押すように練習してみてください。この肩でね、壁を押す感覚が展開の時の突き放すっていう感覚になります。それができたらですね、今度はこの押す力で少しバウンドしてみます。こんな感じですね。この時少しだけは肘は曲がっていいんですけども、あまり肘を曲げて腕の力を使わないように、あくまで肩で突き放す感覚っていうのが分かるまで練習してみてください。今これ肘曲がってますね。肘が曲がると地面につく時間が長くなりますので、なるべく一瞬で突き放す練習をしてください。それができたら次は反対を向いて、体を反らした状態で肩で壁を押せるかやってみてください。これもなるべく一瞬で突き放すようなイメージでやってみましょう。はい、続いて前に伸びて手をつけていない、地回りしてる展開ですね。これもよくあるパターンです。こんな感じで手を自分の足に近い場所について地回りしてしまっています。まあ回れるっちゃ回れるんですけども、まあ綺麗なハンドスプリングではありません。なぜ自分の足の近くに手をついてはいけないかというとですね、実際にやってみると手を足の近くについた際、突き放すことができないんですね。先ほども言いましたけども、この突き放す動作がすごく大事になってくるんですけども、足の近くに手をつくと突き放すことができません。なのでこんな感じで斜めに伸びながら展開をする際はやってください。この前に伸びるっていう動きがすごく大事で、だいたい手がついた時に斜め45度ぐらいの逆立ちになるようにしてください。はい、それができたらこんな感じで突き放す練習も同時にしましょう。展開の際、一瞬手をついて肩で押して突き放すということができるようになります。この際なるべく肘は曲げずに、腕の力を使わずに肩で押すように意識しましょう。はい、続いて失敗例5、手がね、横から通っていることと、目線がダメですね。できてるじゃんって思うと思うんですけども、手をついた後すぐに前を向こうとしてしまって手が横から通ってきています。これだと次の技につなげにくくなります。なので本当は手がついた後、手をついた地面を見ながら
手は万歳をしたまま、まっすぐ通せるようにしましょう。この練習方法としては羽置きが効果的です。まずはですね、この形の羽置きをしている人はちょっと難しいかもしれません。膝が曲がってしまっています。こういう人はですね、ブリッジをまず練習してください。このタイプの人はですね、背中は反れているんですけども、羽置きした後にすぐ前を見ようとしてしまって手が横から来てしまっています。そういう人はですね、羽置きするときに自分の手の間をずっと見続ける、で終わった後も天井を見続けるイメージでやると手がまっすぐ上がってきて綺麗な展開の練習方法になります。はい、ということで最後に今まで言ってきた注意事項をまとめていきたいと思います。はい、まずは振る足ですね。振る足はしっかりと振って自分の足が着地するまで振り抜きましょう。次になるべく前に伸びて手を突きに行きましょう。また手を突き放す際はなるべく突き放すのを一瞬にしてしっかり肩で押すようにしてください。体は着地するまでしっかり反り続けることをイメージしましょう。目線は手をついたらずっと手の間を見ておきましょう。すぐに前を向きに行かないようにしましょう。手は着地するまで常に万歳しておけるようにまっすぐ通すようにしましょう。展開ができるようになったら、よかったら他の技にもつなげてみてください。はい、ということで本日の動画は以上になります。この動画がね、良かったな、役に立ったなって方は、良ければいいね、チャンネル登録お願いします。またこのチャンネルではですね、アクロバットの基本的な技やブレイクダンスの基本的な技、他にもトレーニングの動画なんかを上げています。もし気になった方は、よかったら他の動画も見ていってください。また、技に関してできないかったりとか、質問がありましたらですね、インスタグラムもやってますので、そちらフォローしてダイレクトメッセージいただけたらお答えいたしますので、よかったらフォローの方お願いします。次回はですね、ドンキーからバク転の講座を上げていきたいと思います。よかったらそちらもチェックしてみてください。よかったら何回言うねん。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。